はい、どうも、うずです。毎月恒例の BCN ランキングを見てのデジカメの売れ筋ランキング、その話をする動画、今月も行ってみたいと思います。で、今回は2021年10月の販売実績、これによるランキングなんですけれども、まあ実際9月と比較してあんまり変わり映えがないです。なので、まあランキングしてはこんな感じです。ベスト10、トップ10がこんな感じなんですけれども、いつもやっているのがレンズ色別トップ10なんですけれども、これだとね、まあこのランキングから見ると分かるように、9月同様、あ、キヤノン、ソニーがよく売れてるな、そればっかじゃないかっていうトップ10になってます。なので今回は機種別ランキングにちょっと並べ替えまして、トップ10というのをまず表示したいと思います。それがこちらになります。はい、これが機種別トップ10売れ筋ランキングで、そうすると今回すごく印象強いのが、まあ1位は9月に続いてソニーの VlogCAM ZV-E10、 こちらが1位になってます。ただトップ10ランキング全体的に見ると、この中10個のうちの6個がキヤノン製品です。機種別ですよ。機種別の中でキヤノンがトップ10の中の6個も占めています。で、その中には EOS RP8 位、 EOS R6 10位ということで、フルサイズミラーレスカメラがなんとトップ10入りしちゃってるんです。売れ筋ね、ランキングの中に。特に EOS R6 に関してはヨドバシの10月下期の売れ筋でも2位になってます。まあ、ヨドバシだと1位になったこともありましたね、確かね、EOS R6。まあ、なので、ヨドバシさんのやってる多分売れ筋ランキングっていうのは金額ベースだと思うんですよね。台数ベースだったら、さすがにね、30万円超えをするカメラが、台数で2位に入るってことはないよね、さすがにね。それちょっとおかしいので、金額ベースだと思うんですけれども、まあ、それでも、キヤノンの EOS R6 よく売れてるなっていうことですよね。まあ、キヤノンの勢いがすごく、上がってきているという言い方でいいんじゃないでしょうか。まあ、ただこれを言うと、私はメインで使ってるカメラ、今使ってるカメラも EOS R6 ですので、キヤノンユーザーだからキヤノンに忖度した言い方をするって言われる方がね、コメントでたまにいらっしゃるんですけど、私キヤノンへの忖度って一切したことないんですよ。まあ、そもそも2021年ソニーさんから仕事たくさんいただいてます。まあ、カメラに限らずなんですが、キヤノンとは仕事では一切関わったことございません、2021年。むしろこちらからお願いしてもちょっとスルーされてる状態なので、カメラはキヤノン使ってますけど、キヤノンには全く私忖度するつもりございませんし、もともとしてませんし、はい。なんで、まあそういったフラットな見方をしてもキヤノンすごいなって思います。この2021年、すごい調子よくなってるね。で、そんな中ではニコンはどうしたんだろうっていうところで、ニコンなんですけども、 ZFC が今回はレンズ色別ランキング、まあ BCN ランキングに載ってるやつですね、あの順位で18位。やはり継続的な在庫不足だろうということで言われております。で、ヨドバシのランキングでは BCN ランキング10月のランキングで1位のソニーの ZV-E10、 こちらがトップ10入りもせず、まあ在庫不足ですね、これも在庫が少ないがためにヨドバシではちょっと売れ筋ランキング伸ばせなかったというふうになってるようですね。はい、ということで商品のこのランキングなんですけども、毎回言ってるんですけどね、ちょっと在庫状況とかによっての順位変動もありますので、まあ純粋な人気かどうかっていうのはまあ置いといて、まあ歩数データ実績ですよね。そこの中での実数値ということで、まあ、これはこれでね、一つのちょっと目安にはなるんじゃないかなと思います。まあ在庫がないならないなりで。で、あとは気にして見ていたのが、ソニーの α7-3。ソニーは新型の α7 Mark IV ですね。Mark IV が海外発表されて、ちょっと国内での販売がね、されるんかどうかってアナウンサー正式にまだ流れてなかったと思うんですけど、流れてなかったですよね。なんですけど、まあその影響があるんかと思ったら、9月と変わらず、α7-3 は、ズームレンズセットが22位。まあ9月は23位だったかな。で、α7C の方も、9月20位だった順位が28位になりまして、まあちょっと下がった感じですね。なので、キヤノンがこう好調になった影響なのか、まあ、それはなしなのか、ソニーの方がちょっとフルサイズミラーレスカメラが今落ち着いてしまってる販売実績になってるようです。まあちょっとこのクラスでね、新しいものが出せてませんからね、その、マーク4がね、出ない限りは。で、今後は、キヤノンの EOS R3 も11月下旬発売予定になってますし、ニコンの、モンスターカメラ Z9 も登場してきますので、そのあたりが、まあ、BCN ランキングでは上位に来ることはないと思うんですけど、台数ベースですもんね、あっちね。ヨドバシさんの方のランキングでは、もしかしたらね、トップに来ちゃうんじゃないかっていう、R3 あたり。来ないか。来ないかな。まあ、でも上位には来そうな気がしますよね。
はい、といったところもちょっと気にしながら、11月12月の売れ筋ランキングっていうのも追っていきたいと思います。まあ、今回はねちょっと富士フイルムやオリンパスのねカメラもランキング入ってたんですけど、そのあたりはちょっと特にトークの中では触れないでおきたいと思います。はい、今回の話はここまで。ご視聴ありがとうございました。普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェットを紹介しているチャンネルになりますので、こういうお話が好きな方、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。だから言ったろ、キャノン以外はカメラじゃねえってよ。でも最近ニコンの Z9 のせいで EOS R3 の魅力が薄れたって言ってる人たち増えてますよね。こっちの方が僕は気になるんですけど。いいんだよ、本当の人出しじゃんけんっていうのを見せてやろうじゃないか。 R3 は R3 でいいんだ。後出しっすか。ニコンは友だからな、少しは花を持たせてやろうじゃないか。うちはまだフルサイズミラーレスカメラフラグシップ機出してねえんだからよ。じゃあ R1 が。それはまだ秘密だ。でも逆説的に見るとというか、ちょっとね見方変えてみると、30万円クラスのカメラが売れ筋で上位に来るっていうことは、まあ、10万円前後のカメラとかエントリークラスのカメラがあまり売れてないっていうことにもつながりますよね。そんなね、あの高級カメラを買う人がドンと増えるわけないので、ってなると、まあ、やっぱりコロナの影響かスマホの影響か、カメラはエントリークラス売れにくくなってきてるんかなっていうところがありますよね。まあ、ちょっとねコロナが落ち着いてきてカメラの販売台数伸びたっていうニュース、ネットニュースかなを見たこともあったので、まあ、そのあたりは徐々に増えてくれればいいかなと思うんですけれども、まあ、2000年になったあたり、私片円量販店でねデジカメ販売担当やってた時に、土日はねお昼休憩取る時間も取れないぐらい、もう次々とカメラちょうだいカメラちょうだいってお客様が来た時代が懐かしいですね。すごかったよね、休めなかったからね、休憩ずっとね販売し続けてて、そういうのはもうないもんね、この十数年ね。